はい、皆さんこんにちは。4月25日月曜日です。さて、なんと翔平大谷が動きました。私もこのコーナーで皆さんに話したんですけど、大谷さんは昨日良かったけど、やはりね、その前から見てるとちょっとしたスランプに入ってます。だから本来はヒットにしたりホームランにしたいボールがちょっと打てなくなってるんですね。で、それでまあ戻ってくるまで時間かかるので、ぜひ大谷さんを2番か3番にしてくださいって言ったらね、もうすぐにですね、今日ね、翔平大谷2番に下ろして、まあ2番と3番ももちろん素晴らしいんですけど、テラワードをですね、1番に持ってきたんですよ。だこれがね、もうぴったり当たったんですね。もうね、彼が1回ではですね、ソロホームラン、その次はツーランホームラン、その3対0で勝ちました。もちろん打つだけじゃないんで、ピッチャーも良くなきゃいけないんだけど、マイクル・ロレンゼンがですね、なんと素晴らしいピッチングでした。じゃあこれちょっと見てみましょう。はい、こちらでございますね。まあ皆さんももう見てると思うんですけど、マイクル・ロレンゼンはすごかったですよ、皆さん。はい、ここにですね、マイクル・ロレンゼンが6イニング投げまして、わずか3ヒットしか与えてない。点数は、自責点は0。バーベキュー、まあこのバーベキューと私言ってるんですけど、このバーベキューは4個、まあフォアボールですね、バーベキュー。そして、ストライクアウト3。まあそんな、あれじゃないんだけど、まあ、とにかくコーナーコーナー、相手のピッチャーもね、まあそういう、まあとにかく3対0で、こういう勝っております。そして、マイヤーズが来て、これを見てください、0000。これが欲しいのよ。で、テペラさんが来て、0000。いいですね。エギレシアスも0000000、三振ということで、まあ、とにかく3対0で勝ちました。で、この方ですね、ローレンゼンはこの方で、このね、シェーン・ビーバーもね、エースピッチャーで、なかなか点数くれなかったのよ。それをなんとかしてね、頑張ってね、点数をもらって努力をしました。ということで、こういう結果になりました。こういうことで、ということは、エンジェルスは10勝7敗。ね、また一つ賞金が増えました。で、こちらは7勝9敗。はい、ということで、まあ、まだね、始まったばっかりなんですけど、ということで、イギリシアスも、もうとにかくみんな素晴らしかったですね。言うことはありません。で、まあ、こんな感じですね。大谷さんが2番になって入って、マイク・トラウトもね、まあ、それなりに頑張ってますけど、とにかくこの人、今日は光りましたよ、もうね。インタビューも彼がされてました。これを見て大谷さんも頑張ってもらわないとね、ちょっとね。まあ、とにかく、エンジェルスはホームで、この、クリーブラン、今まではインディアンスって言ったね、インディアンの格好してるっていうのがあるんですけど、ガーディアンに名前を変えまして、クリーブランド・ガーディアンスと、エンジェルスの試合。で、このマイケル・ロレンゼンは良かったですね。バシバシ、バシバシ投げてね。まあということで素晴らしかったです。はい、7勝、10勝7敗かな、これをちょっと直さなきゃいけないですけどね。はい、10勝7敗ということで、月曜日でございましたね。じゃあ次参りましょう。はい、こちらです。はい、これ見ますとですね、大谷さんが今日25日で、まあそれなりに頑張ったけど、ちょっとね、触れてないですね。やっぱりね、大谷さんがね、僕の意見ですが、大谷さんが一番じゃないんだから、もうとにかくね、そのボールどん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 見てはいけないんですね。もちろん見てもいいんですけど、2ストライク3ボールになった時にボールがね、うまくこう来たら、ファウルするなりなんかして、なんかね、見ながらの三振したから、それはやっぱりね、いただけないし、あとはね、やっぱりストロークがね、戻ってないんですよ。だから、なんとか頑張って戻ってもらいたいなと思っております。そういうことで、マイケル・ロレンゼン、やっぱり私の当たってますね。この三角ですね、この三角。はい。だからまあ、これすごい素晴らしかったね。で、ここで、明日パドリック・サンダブルがどうしてくれるのか。その後にね、もうとにかく大谷さんのね、この間あんまりにも良すぎたから、これをね、連続やってほしいんですよね。それをまあ皆さんも期待していただきたいと思っております。それでですね、今日はもう話しましたよね。そのピッチャー陣ですね。ここですね、ピッチャー陣。
このピッチャー陣でですね、マイヤーズがすごい良かった。テペラさんどこ行ったかな、ライアンテペラもすごい良かった。この辺最後にライアン・イグレシアスが締めて勝ったことでございます。はい、ではじゃあゲームの方ちょっとも入っていきましょう。はい、お願いします。はい、どうぞ。Very few pitchers as tough to hit as Shohei Ohtani. In the batter's box, how about this? 74 extra base hits is second in the entire major leagues. That's not all he can do, folks. This guy's got tremendous speed on bases. 23 stolen bases this year. He can do it all. Shohei Ohtani actually made the... 4月15日、クリーブランド・インディアンス対ロサンゼルス・エンジェルスゲームということでございましたね。はい、どうぞ行きましょう。どんどん行きます。はい、今日はね、大谷さんが2番 DH になったということで、これですね。はい、これがクリーブランドガーディアンズですね。はい、これはすごいね。綺麗にやってくれたね。素晴らしい。この辺ね、DH やってほしいんだけどやってくれないんですね。はい、では大会の皆さん見てくださいませ。はい、はい、どうぞ。これも本当はね、ちょっとなんか外、あの頭はね、髪をカットしたってことで。これも、これね、本当はあのもう行ってないんですけど、取られましたね。はい、取られた。まあこれは仕方ないですね。はい、そういうことで、次参りましょうか。はい、第2回目でございます。はい、2回行きましょう。はい、2回。はい、どうぞお願いします。これもボールなんだけど、取られたんですよね。これはね、こういうボールね、結構打てたんだけどね、もう今全然こう乗っていかないんですよ。だね、見ちゃうのよ。これをね、なんとかして引っ張ってほしいんですけどね、三塁側に。続きましては15番ということで、こちらは第3回ですね。はい、どうぞ行きましょう。これね、ちょっと1回目のこのテラワードのホームランでございます。それを見てください。はい、はい、3回目入ります。なんかね、ボールがいかないんだよ、前にね。ということでございます。はい、続きましては、こちらもまた、あれですね、タイラ・ワードがちょっと頑張ったんで、これ見てみましょう。はい、まずバントで、マックス・スタシーをセカンドに、進めて、これで2回目のホームラン、タイラ・ワード。彼が今日のテンツは全部叩き出しましたね。はい、カウボーイ帽子も見ましたし、はい、素晴らしいですね。はい、続きましては、いや4回目。
本来はこういうのもね、フューとしたから投げたらね、いっちゃうんですけどね。まあ、ということで、それでは、それ以外の、ね、大谷さんのね、新しい見方、エンジェルスが、まあ、必要と、まあ、この大谷さんがスパークしてね、まあ、昨日見たようにいろいろ変えたりなんかしてやってたんですけど、まあ、これもちょっと聞いてみましょう。大谷翔平の新しい見方、エンジェルスが必要とするスパークだ。さあ、それで、はい、最初の15試合で攻撃的に戦った後、二刀流スターの大谷翔平は日曜日に物事を進めるためにいろいろと混ぜることに決めました、うん、大谷は高い赤い靴下を履き、いつもの長袖をジャージの下に捨て、右腕に袖だけを着ることを選びました、うん、そして彼のユニフォームの変更はシリーズフィナーレで彼に長打をもたらさなかったが、彼はフォアボールで2対4でいき、エンゼルスタジアムでオリオールズに7-6で勝利して2つのラリーを引き起こした。それは大谷が今年の16試合で彼のスラッシュラインを224。288-403に改善するのを助けました。はい、確かにそうですけど、エンゼルスのマネージャー、うん、ジョーマドンはホタニの新しい外観について笑顔で言った今は自信が全てだ、ね、彼はとても上手だ、彼はすぐに火傷をするように熱くなるだろう。火傷する。私たちは今チームとしてかなりうまくそこにぶら下がっているが、私はまだ私が思うものに近づいていない。私たちは攻撃的にすることができます。まあ、すでにしてもね、火傷しちゃうかんよという感じでございます。はい、ということでございまして、今日も本当に見ていただきましてありがとうございます。まあ、簡単ではありますが、まだ今日のおさらいでございます。はい。おさらいでいきますと、まずはですね、大谷さんが今日から、多分こうなると思うと、テイラー・ワードがもう当たりに当たってますからね、大谷さんが2番ぐらいじゃないかなと思ってます。もうちょっとね、大谷さんがね、この辺に連れてきてもいいなと思うと、この辺がね、まあ、打ってる人をもうちょっと上に持っててもいいなと思うんだけども、まあ、一番私がお願いしてたのは、マックス・スタシオね、下に持って打てないんだから、だから非常によくやってくれたね、マックス・スタシオ、タイラー・ウェイドはね、もう打てない、であとは今、今日休みなんですけど、バスケス、彼も打てない、まあそう、打てなかったらね、ちょっとやばいかなという感じで、今度は多分そういう打てない人は少なく出てくると思うんですけどね、そして、とにかくこの2人が、打ち合いを投げ合いをして、そしておかげさまで3対0で、エンジェルス勝ちました。これ、ね、ローレンゼンが6、マイヤーズが1位、タペラが1位、エギリアシェスが1位ということで、バンバン剤になりました。今日はありがとうございます。はい、勝っては10勝7敗でございます。もうこのままどんどんいきたいと思っておりますけどね。まあ、このね、クリーブランドガーディアンズもすごくいいチームだと言われてるんで、ここでまず一勝といったのは非常にありがたいもので、これ続けてほしいね。なんか不思議なんですよね、強いチームにはある程度勝って弱いチームには負けるということでは、よくわかんないですね。これはこれがまあ野球なのかね。はい、ということで、明日はまだ あれですね、その後に明後日が試合であれでございます。明日は、パトリック・サンダバルが投げて良い結果をお待ちしております。ということは、明日もこの辺からね、アロン・プループは投げてないし、でもね、このクローザーはね、毎日勝てたら持ってきて、それてきてほしいんだけどね、なんで昨日投げなかったのか意味わかんないけど、まあ今日は良かった。ということで、この辺で、まあまた明日も勝てそうだったら出てきてほしいんですけどね、クローザーなんだから。まあ、その辺はコーチが決めるっていうことなんでしょうけど、まあだから今日は、まあ大谷さんはもうちょっと頑張ってもらいたいなと思っただけで、大谷さんをまたお楽しみいただければと思っております。大谷さんの応援も忘れずに、そして僕の下に、YouTube のチャンネルの登録も忘れずにお願い申し上げます。それでは、大谷さんの写真でですね、この写真が一番かっこいいだろうね、この、この写真、どこ行っちゃったかな？もう写真が好きだったんですよね。これ、この写真ですね。はい。See you later, alligator. See you later, alligator. それでは皆様、
また明日お目にかかります。ありがとうございました。